ヤブコウジは、桜草科ヤブコウジ属の常緑小低木。林内に生育し、冬に赤い果実をつけ美しいので、栽培もされる。別名、重量。従来のシニエングラー体系、クロンキスト体系では、ヤブコウジ科の種としていた。日本の北海道南部、本州、四国、九州に分布し、丘陵地林内の木陰に普通に自生する。国外では、 朝鮮半島、中国大陸、台湾に分布する。上緑の草状の小堤木。細くて長い地下茎が横に張って、先は直立する、地上茎になる。地上の茎は円柱型で、高さは10から30センチメートルになる。茎の上部と若い果樹にはごく短い粒状の毛が生える。葉は、茎の上部にから3節に集まって3から4枚、輪生し、 新緑色で光沢があり、長楕円形、または強円型で、長さ6から13センチメートル、幅2から5センチメートルになり、5から8体の葉脈があり、先端は、止まり気部はくさび型、円には低く細かい巨子がある。傭兵は、長さ7から13ミリメートルになる。夏季は夏。花女は、三形状になり、葉液、または臨片葉の脇につき、 過剰柄の長さは1から1.5センチメートルで2から5個の花を下向きにつける。花は白色、または対光色で両性花で計6から8ミリメートルになる。果敢は5列し、果敢列片は長さ4から5ミリメートルの甲卵形で、傾き状に右回りに並び、先天があり、花柄の長さは7から10ミリメートルになり、微小な難毛が生える。はし、 学ペンは甲卵系で、長さ1.5ミ、mm、リメートルになる。湯髄は5個あり、果敢列片より短く、花筒の気分について、果敢列片と耐性する。髄は1個で花冠と同じ長さ、脂肪は卵円形で上位につき異室ある。花は葉陰に隠れるため、果実ほど目立たない。果実は液化様の角化で、計5から6ミリメートルの休憩となり、秋に赤色に熟し、 中に一個の大型の種子が入る。角は休憩で多数の縦筋がつく。角を向くと中に種子があり、万両の種子に姿が似ている。葉陰に隠れるように下向きにつく赤くあでやかな果実は竹も低いことから地上性の鳥が食べると考えられている。矢部コをあしらった江戸期の陰籠。堺法一の死体によるもの。正月の縁起物ともされ。 千両や万両、空立花と並べて十両とも呼ばれる。寄せ植えの素材などとして使われる。日陰や寒さにも強く栽培が容易なことから観葉植物としても利用されている。それとは別に、不入り品などの辺に株が江戸時代より選別され、古典園芸植物の一つとして栽培され、それらには品種名も付けられてきた。 古典園芸植物としての名前は四金牛である。現在では約四十の品種が保存されている。明治年間にも大流行があり、四単の田畑を売って買うものもあり、現代の金額で一千万円もの高値で取引されたこともあった。明治二十年頃に葉の変わり物が流行し、新潟県の豪農、市島家が培養した種のつかさは一パチ千円の値をつけ、 1898年には、その陶器生から、新潟県知事が、資金牛取締り規則を発令して、販売を禁じるほどの流行熱となり、ブームは、対象後期まで続いた。1897年、新潟県は、ヤブコ事ジの陶器的売買につき取締り規則を、交付した。縁起物として扱われた経緯から、落語、ジュゲームの中の、ヤブラコジのブラコ事ジとは、 本種のことと推測される。寺田虎彦は、筆名の一つに、藪ブコがある。根茎または前奏の乾燥品は、資金牛と称する省薬になり、特に中国でよく用いる。資金牛は、地下の根景を掘り取って、よく水洗いした後、天日乾燥して調整される。海中、行中駆除作用や、喉の腫瘍、慢性気管支援の賃害。 巨端に効用があると言われ、副作用がなく、安全とされる。民間療法では、前奏の乾燥品ついた治療を10から15グラム、もしくは大量投与で30から60グラムを水で、煎じて、3回に分けて服用する用法が知られる。大量投与の時に、頭痛、胃の不調、下痢が現れるが、服用をやめる必要はないとされている。和名、学名は、アストによる。 ありがとうございます。